売上でね、皆さんがびっくりされるのは、この広い範囲がやられてるっていうことだと思うんですね。で、それを実感できるのは、仙台空港のあたりからこの閖上の記憶に向かって運転してこられますとね、本当にこんなに広い範囲やられたんだっていうのを実感されるんです。それはやっぱりテレビでご覧になっても、わからないことじゃないかなと思いますね。資料館という形で映像などをお見せしたり、あとよその地域から訪れてくださる方々に、その閖上でどんなことが起こったのか、それからこれからどういうことを気をつけてほしいという、発信ですね。そういうこちらから伝えたいことなどを伝えている場所として、ここの閖上の記憶っていうものを今は活用してます。今のところね、案内ガイドさんは4、5人はいらっしゃるんですけど、その方でご都合のつく方をこちらで調整しまして、そして1時間45分のグループもありますけど、大体1時間から1時間半という目安で、被災されたその慰霊碑、それから日和山っていう、そこも一つのポイントなんですけれども、あと、いろんなそのポイントポイントを巡って歩いて、そして小学校、中学校も入りますね。そういうところを巡って歩いて、そこで何が起きたのか、それからガイドさんがぜひ皆さんに伝えたいっていう内容とか、そういうのをそうですね、質問を受けながらお話をしながら回るという形をとってます。これはね、地球のステージっていうところが事務局になってますので、そこに電話なりファックスなりを入れていただいて、で調整しています。スポットはね、時間がない場合、小学校を省く場合があるようですが、中学校のその慰霊碑、ここがなぜできたかっていう理由の一つにもなってるんですが、それと時間があればこの閖上の記憶の中で映像など見ていただきたいと思います。それから日和山っていうところに上がっていただくと、そこは今では閖上全体の、なんていうんですかね、ぜひ行ってほしい中心地のような感じになってます。なぜかと言いますと、6メートルの丘なんですけど、周りがすっかり何もなくなってしまいましたので、そこに登ると全体が見渡せるんですね。で、そういうところですので、昔はもう木々に囲まれて、丘があることすらちょっと我々分かんないぐらいだったんですけど、今はすっかり周りがなくなりましたので、そこに登ると閖上全体の形が見えます。で、そこはぜひ行ってほしいと思います。それから西海市場っていうのがありまして、それはここの閖上で商店を営んでいた方とか、事業所をなさってた方とかが、プレハブの、商店街を作っています。ちょっと離れて15分ぐらい車で行かなきゃいけないとこなんですけど、あとその割合最近堂々とオープンしたところが、昔からやってた朝市広場ってところがありまして、そこにカナダから木材をいただいて、メープル館っていうものができてます。そこは今お手洗いも整備されてますし、あとお食事もできる、結構大勢受け入れることができる場所になってます。朝市はね、震災前から閖上の一つの楽しみのイベントだったんですね。で、今同じ場所でやってます。で、6時からだいたい10時頃までやってましたかね。6時からなんですけど、5時半頃から行ってもにぎわってたぐらいのところです。で、この、周りの方たちも、仙台の方とか遠くは山形の方まで、それを楽しみに通ってたっていう人もいらっしゃいます。皆さんの気持ちも3年間でだんだん変わってきたんですね。ただどんなことがあっても忘れられるよりは見に来てほしい、これが被災された方たちのお気持ちだと思います。で、ここは仙台空港からも近いですし、高速道路からもすぐ降りてこられまして、とても
交通の便のいいところなんですね。ですから来やすい場所だと思いますので、ぜひついでがありましたら寄ってみていただきたいと思います。 Thank you.